西武第三球場はかつて埼玉県所沢市にあった野球場。西武ライオンズ球場などと同じ敷地内にあり、西武ライオンズが練習場などとして使用していたが2003年限りで廃止された。西武第三球場後に整備されたライオンズサッカーパーク1979年の西武ライオンズ球場及び西武第二球場の 会場から1年遅れて1980年に会場。当初は同じ西部グループ参加のプリンスホテル公式野球部が練習場として使用するために建設されたものの、プリンスホテルはほとんど使用せず、主に西部の選手が試合前の練習などで使用していた。1997年シーズンまでの屋根が仮設される前の西部球場時代公式戦で、 西部の選手が本塁打を放ったり西部が勝利した際には名物の花火が上がっていたがその打ち上げ場所が本球場だった。細谷エンタープライズによる花火の発射制御台も本球場に隣接していた。三塁側からネット裏にかけての場外には西部山口線が通っており、さらに同線の車両基地も隣接していた。ただし、 本球場はあくまでも練習場であり、イースタンリーグ公式戦は原則として、主に前日の第二球場で開催しているため、本球場でファーム公式戦が行われたケースは、ほとんどない。西部球場は、会場年の1979年から社会人、野球、全日本クラブ野球選手権大会本大会の開催球場となったが、試合の消化効率を改善するため、 1987年からは本球場でも試合が行われた。1997年シーズン終了後から1999年春にかけて西部球場のドーム化工事が行われたのに伴い本球場は資材置き場として使用された。改築工事が完了した1999年シーズンから再び練習場として使用された。しかし、 ドームの観客サービス改善策の一環で、敷地内に駐車場を増設することに伴って、本球場は2003年シーズン限りで使用を取り入れました、後に、ベンチなどの球場施設を撤去するとともに、グラウンドエリアの一部をアスファルトで舗装。2004年3月から C 駐車場に転用されたため、西部のバッテリー陣による試合前練習の場は、第二球場に移っている。 市駐車場への転用後も、敷地内に人工芝を敷き、ライオンズサッカーパークとして貸しコートの営業を実施。その関係か、旧ダグアウト付近には自販機が置かれている。またコンサートなどのイベントでは、物販用のスペースに使われることがある。ライオンズサッカーパークの営業は2018年に終了した。ちなみに、西部球団では、 埼玉西部ライオンズの創設40周年記念事業の一環で、球団合宿所と室内練習場を移設、新築することを計画。市営駐車場も移設先の候補に挙げられていたが、実際には、若樹市場と室内練習場が一体になった施設を、第二球場のライトガー場外へ建設した上で、2019年7月9日から稼働を開始した。 2021年現在でも西部第3球場時代のダグアウト跡やスコアボードが確認できる。西部第3球場時代に使用されたスコアボード。かすれてはいるが、イニング数やチーム名などの文字が確認できる。ありがとうございます。